堺市役所の藤田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今日、私からは、坂、ま、井、あ、市の事例だけじゃなくて、まあ、自治体の立場ということで、えー、ご紹介をさせていただきたいというふうに思います。で、まあ大体こういうのでですね、事例を紹介ということになると、まあ、成功事例を紹介することが多いかなと思うんですけども、まあ、あの今回は、まあ、成功事例はともかく、その成功の裏にある 自治体職員の動きとか、まあ成功、そもそも事例に至らなかった事例みたいなものをご紹介できたらなと。ていうのも、まあ、あの、コインの表裏みたいな話でして、まあ自治体職員の多くは、むしろそういう表に出ないような動きに多くの時間を使ってますので、そういうところまで理解をいただいた上で、例えば自治体とコミュニケーションをされると、まあいろんな 共通の言語も持てるでしょうし、いろんなプロジェクトも進みやすいかなと思いますので、今日はそういった観点からぜひご案内できればなと思っております。で、まずあの、私の自己紹介ですけども、まあ、堺市役所と言っておきながらですね、私自身は経済産業省の地方新聞部局である近畿経済産業局というところがありまして、そこから2020年の4月から大阪の堺市に出向しているものです。で、まあ、ある意味、市役所にとっては予想もの、 でして、まあ予想のものならではの観点からいろんな PFS 事業とかも仕掛けていったというところです。で、まあそういった経験を踏まえて、まあ昨年10月にですね、あの自治体職員向け、主に自治体職員へのメッセージみたいなところで、PFS の実践ガイドブックという本を出版をしまして、多分このあたりのことを見ていただいて今日もお呼びいただいたのかなというふうに思っています。で、今日私からは3つ、 の議論をさせていただければなと思っておりまして、まず一つ目は、まあ、PFSSIB の制度論につきましては、先ほど内閣府の実際参事官からもご案内いただきましたので、まあ、むしろそれにまつわる人間行動と言いますか、特に自治体職員の行動とかマインド、まあ、それに影響を与える要因みたいなところに焦点を当てて議論したいなと思ってます。で、それからまあ自治体の事例紹介ということで、まあ西条市と岡山市、 愛媛県の西条市と岡山市の事例をご紹介します。というのも、この2つの事例はある意味で PFSSIB のこう、 考え方からすると両極端と言いますか、ちょっとついにあるような関係があると思いますので、ここの二つご紹介することで、まあ、その間にあるような事例も、なんとなくこう相場感がつかめていくんじゃないかなと思います。で、三つ目で、まあ、私自身が世界市役所で取り組んだ事例、まあ、予算化のプロセス、内部での議論、どういう反応があったか、みたいなところをぜひご紹介できたらと思っています。 まず一つ目、議論のスコープで、えーまあ、地方自治体にまつわる PFS の導入現状というところで、三菱 UFJ リサーチコンサルティングさんが毎年調査されているアンケート調査があるんですけれども、まあ、それによりますと、PFS を導入している、あるいは導入に向けて具体的な検討を進めているという自治体は、まあ、10%弱ぐらい。 で、他方で、まあ、導入に対して関心はあるが具体的な検討に至ってないっていうのはもう62%ぐらいあるということで、まあ私の肌感覚としてもこんな感じかなと。まあなんかこう、そういうのできたらいいとは思っているけど、なかなか手が出ないというところが多いというのはこういう数字にも表れています。 で、まあ、さらに同じアンケート調査で、じゃあなんでなかなか導入しないんですか課題は何なんでしょうかということも聞いていただいておりまして、えー、それによると1位、2位がすごく多くて、事、まあ、業の成果を適切に評価することは困難だという、事、まあ、業成果、事業の評価。 ですね。と、2番目が成果報酬の基準をどう設定するかという成果報、成果報酬の基準問題というところで、まあ2つ、3分の2ぐらいの方があ、ここは課題だと言っておられるようです。で、まあ他にももちろん、実際そういうの事業をやるとしても、その事業者を見つけるのが難しいとか、町内での合意形成が難しいとか、まあそういった答えも上位に入っているというような状況です。 で、まあ、地方自治体職員目線の PFS の課題ということで、まあ、先ほど挙げたようなアンケートであったような、技術的な課題が、じゃあ、もし仮に解決されれば、じゃあ、どんどん PFSSIB 事業って増えていくのかというと、なかなかこれも難しい話でして、まあ、技術的課題があるってことはもちろんなんですけども、それ以外に、やはりいろんな自治体内の、まあ、温度感、あまあ、政策立案の 周りの環境、まあいろいろが相まってこういう結果になっているのかなと思ってまして、特にまあ私が中に、自治体の中にいる中で感じている3つのお、まあ、課題感はこのお、ここに書かせていただいているものでして、例えば一つ目で政策のマスト感。まああの官民連携っていうといろんな、まあ 指定管理制度とかですね、PFI とか、いろいろこう、今確立している手法が出ている中で、この PFSSIB というのは特にこう法律に定められた業務でもありませんし、なかなかこう定着していない業務の中で、それをやる必要があるのか、あないのか。で、そこのマスト感みたいなのがない中で、これをしていく難しさみたいなのはやっぱりあるのかなというのが一つになります。 で、二つ目が意思決定過程ということで、まあ、例えば、まあ、提案するとして、じゃあその提案が積極的に採用されうるのかどうなのかっていうのは、やっぱり現場の職員にとってはすごく重要な話でして、まあ、提案はしたもののもう、ケチョンケチョンにされましたみたいなことであれば、なかなかやっぱり手が次,次に出にくいっていうのがあると思いますので、まあ、そういうことが、まあ、しやすい環境にあるのかどうか、まあ、財政局との議論も含めてですね、まあ、そういう、 意思決定過程になってるかなってないか。で、それから三つ目、規範と行動の不一致って書いてますけども、まあ先ほどアンケートもそうでしたけど、まあ関心あるけどなかなか手が出ないんだよね、みたいな話っていうのはまさに、ま論賛成で、まあただ自分はやらないですけどね、みたいな。まあそういう格論反対になることが、まあこれはもう仕方ない話なんですけども、まあまあありますので、まあそもそも提案にも至らないというところがありますので、まあここら辺の三つうまく解決といいますか、うまく対応く。 対応していくようなことがないと、仮に制度的な課題をクリアしたとしても、なかなか導入まで至らない、案件形成まで至らないというのがあるんじゃないかなというふうに思っています。で、まあそういった中で、 頑張っている自治体さんっていうのはやはりありまして、ま、多種の事例ですけども、二つご紹介させていただきます。まずあの、愛媛県の西条市さんですけども、まあ、地域の社会的課題解決に、え、まあ、SIB の手法を導入しようということで、今まで補助金でやってたことを SIB、APFS に切り替えていこうというようなチャレンジをされてます。で、特に、ま、地域における、ま、いろんな 市民レベルのチャレンジっていうのを、市民がお金を出し合うことで、まあ自分ごとになっていったりとか、あそのお金を出すことで、こう、ステークホルダーを増やしていくみたいな、まあそういうアプローチとして、こう、市民出資の手法として SIB というのを活用されている、まあちょっと SIB 本流というよりも SIB 的な授業ということをされています。2018年度からされてましても、4年経ってるんですけども、こう元々は最藤資さんも、 トップダウン。まあ、これ副市長ということを聞いてますけれども、まあ、副市長からのトップダウンで、まあ、先行していた東尾志さんの勉強してこいと。で、まあ、職員の方が東尾志に勉強しに行って、東尾志のおノウハウを最上市で実践するということをされてます。で、まあ、それだけ聞くとですね、まあ、横展開して、まあ、いろいろこう、まあ、他しでうまくいった事例を まあやっただけでしょうということも言えなくもないんですけども、それっていうのは内部で言うとものすごく難しい話でして、今まで補助金という、まあ確,確立した業務を、あえてこの市民出資というちょっとよくわからない方法に変えていくということをいかに町内の合意を取って進めていくかというのは、かなりのこの職員、担当職員としては労力がいった箇所になっていると思います。で、具体的にどういうことをやっているかと。 言いますと、まあこれ今年度されていた二次業なんですけども、まあ最初市では、ベトナムのフ市と有効都市にあるということで、まあ、ベトナム人の研修生の受け入れとか、ああいうのは、あ まあ推進しているということなんですけども、まあ,あ、まあ地域において外国人の、まあ居場所問題とかですね、コミュニティどうするかっていう問題もやはり同時に抱えておられまして、まあそういうコミュニティ、交流コミュニティみたいなのを作っていきたいとお,おっしゃるこう民間企業さんがあいたので、まあその方に対して、 え、ま、SIB 手法を支援することで、SIB 手法でそれを実現する、手、まあ、お手伝いをするということをされています。まあ、資金調達額50万円で、まあ、出資者31人、まあ、1人1万円とか、まあ、そういうのを集めて、え、この事業を支援していくという、まあ、そういう規模感の事業ではあるんですけども、あの、ここでの目的は、とにかくこう、市民自らがお金を出し合って、プロジェクトを一緒に作り上げていくみたいなところを、こう、SIB という、 手法を使ったというところにありまして、まあそういう意味で何か高い、遠い目標を掲げるんではなくて、このアウトプットでもかなり近いところ、従業員数をちょっと増やすとかですね、交流イベント実施回数何回するとか、まあそういうことを、まあ身近なアウトプットをあえて、 作って、まあみんなでそれを達成しようみたいな、まあ、そういう,こう地域ならではの取り組みとしてこの手法を作られている、まあ取り組まれているという事例です。まあ同じくこう伝統工芸分野のですね、まあ後継者問題というのはどこでも抱えている問題ではありますけれども、同じように、まあその活性化のためにいろんなイベントをしたいみたいな事業者さんを SIB 手法でサポートするということをされています。まあこれは一つの、まあ、うんまあ 本流というよりも、それ、そういうアイディア、SIB のアイディアを使った地域活性プロジェクトみたいな事例でした。で、他方で岡山市さんにつきましては、まあ SIB 本流事業のような形でして、うん、あの市民の健康寿命の延伸を目指すために SIB を導入すると。で、まあ健康寿命の延伸については岡山市さんはですね、2014年ぐらいから力を入れられてまして、SIB で、まあ、さらに規模を大きくして、えー、より取り組んでいこうというのは2018年から取り組まれてます。で、まあ、目的は医療費の、医療費とか介護費の行政コストの抑制ということで、まあ、それに資するようなあ形で、 あの、プロジェクトを組んでいくと、いうことをされてまして、ただまあ、これもいろんなこう背景が聞いているとありまして、まあ、例えば2019年に、まあ、G20 の岡山保健大臣会合みたいなのがあって、まあ、岡山市で健康のプロジェクトがどんどんこう、盛んになっているみたいな、まあ、そういうのをこう、なんていうか、醸成していくような時期でもあって、うまくそういうこう、なんていうか、政策論っていうのはだいたいそういういろんな流れの中で作っていくっていうことも、 ありますので、うまくそういう周りの流れ、政策の流れみたいなところを組んで SIB で健康寿命延伸ということを取り組まれた事例になります。で、中身としましては、まあ、5年間で3.7億円の予算をつけられて、まあ、そのうち成果連動部分は9,500万円というような事業で、 されています。で、健康プロジェクト、まあ健康体操とかですね、まあ栄養のある食事提供みたいなとか、まあいろんな民間、地元の民間企業さんがプロジェクトに参加して、市民の健康寿命の延伸につながるようなプロジェクトを提供していくということになります。で、プロジェクト参加者数とかですね、あとまあ生活習慣改善の意識が向上するとか、まあ週2回以上、 継続的に参加した人とかですね。まあ最後アウトカムで健康状態の改善で BMI とかそういうのを取られてますけども、まあここら辺のアウトプットの仕様とアウトカムの指標をもうこう織り混ぜながら、成果連動支払いのベースを作られているというのが一つ特徴的かなと思います。で、まあその結果、まあ医療費の抑制効果みたいなものを試算して、まあ大体まあ予算とこ,この抑制効果みたいなところで釣り合いが取れるような、あ バランスで、業を設計されていいるということですでこれ今まであの他市の事例をご紹介させていただいたんですけども、これ私の方で実践した事例、次にご紹介いたします。で、2020年の4月に私、堺市に来ましてですね、で、まあそれまでに、まあ2018年ぐらいに SIB っていうのは私個人的には知りまして、あなんかすごく面白そうな、 取り組みだなと、もしチャンスがあればあ、どっかでやってみたいなというふうに思ってたところ、まあ、境市役所に出向することになったので、まあ、これはもうやるしかないということで、まあ、着任して早々に PFSSIB で何かできないかというのを考え始めました。で、あの、医者さん時間の方からも少しご紹介があった内閣府の伴走型支援のプロジェクトというのが当時始まりましたので、それにとにかく応募、 をしてですね、えーまあ、自分一人で考えるのは大変なので、有識者の方、事務局の方に手伝っていただきながら、検討を始めたということになります。で、まあ、予算編成で、まあ、11月末ぐらいから本格的に予算の議論というのが始まるんですけども、まあ、財政部局との接触、それから関係部局との接触、で、最後は主張さ定ているというようなプロセスを全部言ったんですが、結論的には最終的に予算化されずと。 こういうと結論になりました。またあのいろいろ要因はあるんですけども、また後のセッションでも機会があればご案内したいなと思ってるんですけども、いろいろやっぱり中の議論というのはすごく難しいというのもやってみて分かったということです。で、どんなことを提案してたか、どういう考え方だったかというのをご案内させていただきますと、あの私の分野というのは産業政策なので企業さんの支援とかですね、 あの、ちょっとこう、PFSSIB の本流である社会政策の部分とはちょっと距離感がある本来分野ではあるんですけども、おまあ、自治体の産業政策っていうのは、まあ、遡ればですね、やっぱり市民の生活の質とか、市民生活の安定というのが最終的にはやっぱり企業活動の安定とか、市内消費拡大というのにつながっていくという意味では、あまあ、社会政策の取り組み、課題にも取り組みながら、 あ産業政策もやっていくっていうのが一つあるんじゃないか。特にその PFS、SIB っていうのはその両方の政策の結節点として、えー、まあ,あ、一つ活用できるんじゃないかという整理をしまして、えーまあ、産業分野ではありますけれども、PFS の導入を考えたというところになります。 で、特にコロナもあってですね、女性の就労支援というのが社会テーマになっていましたので、そこを女性の就労支援というテーマで提案をさせていただいて、PFS 事業として提案をしたということになります。で、ここ一つ考えたのは、まあ、市でもですね、すでに 女性を含めた就労支援というのは当然やっている中で、じゃあなぜ PFS 事業をやるのかということを問われることになりますので、市の既存施策を PFS で置き換えるというアプローチではなくて、新しい、今までできてなかったターゲットにリーチするために PFS であるということで設計をしました。それで既存施策と新規施策を相乗効果することで、最終的な政策効果が上がっていくんじゃないかというロジックで提案したと。 いうところになります。これが正解かどうかわかんないですけども、まあこういう考え方でやりました。で、まあ例えば、あまあ堺市役所から民間サービス事業者さんに PFS 契約を結んだ後に民間サービス事業者さんに市内の非就業者、特に女性の非就業者に アウトリーチしていただいて、今まで、例えば坂井市が設置する相談窓口とかには来られなかったような方々にアウトリーチで接していって、その方の就労支援をしていくような事業をイメージしてました。で、右側にアウトカム、アウトプット、それぞれ書いておりますけれども、まあ、いろんなマーケットサウンディングなんかもしながら、この指標を設定して、まあ、3年間で4500万円と予算要求をしたんですけど、予算要求したんですけど、まあ、最後の最後まで行ったんですけども、結果的にはこの予算はつかなかったと。 ということになりますでこのストーリー自体はやっぱり予算だけの話をしてしまうと、表には出てこない話なんですけども、おまあ、こういう、実、ま、際、あ、職員はこういうことを常にやっていて、まあ、日の目を当たらないこともやっていますので、ぜひそういうところをもし知っていただければ、いろんな自治体職員との話があしていけるんじゃないかなと思っています。でこの授業で私としてもすごく感じたのは、もちろん、 企画立案者が頑張るというのは当然なんですけども、もう関係部局、財政部局、それから区長お、まあ、実際に事業を行っていただく民間事業者や中間支援組織の方々、で、それから事業の対象となる市民、えー、行政をチェックする議会、で、こういった取り組みを、まあ、発信していただくメディア、まあ、こういったところとの理解情勢ですとか関係性づくりっていうのがないと、やはりなかなか前に進んでいかないですし、理解も進まないというのがあるので、まあ、ここが、 かなりの肝になっていると。もちろん制度的な議論もあるんですけど、こういったまあ柔らかい部分、コミュニケーションみたいなところは、まあ、やっぱプロジェクトを実現として相当重要なウェイトを占めているんだろうな、というふうに実感しているところです。で、こちら最後のスライドになります。で、PFSSIB プロジェクト、まあ、自治体の事例っていうのを見ると、やっぱりこう、法定の業務でもない中で、えー、やっている自治体というのは、 ある特定の職員さんがものすごく熱意を持って試行錯誤しながら実践しているという事例が多いように見受けられます。で、ですので、まあ、例えば PFSSIB の考え方を用いた、まあ、社会課題解決プロジェクト、研究開発も含めてですけれども、まあ、そういったことを地方自治体でやっていくという場合に、やっぱりもちろんロジカルなコミュニケーションは必要なんですけれども、こういった自治体職員が置かれている環境、それから彼らが、あの、 考える、マインド、アイデアの背景に何があるのかみたいなところもぜひ把握しながらコミュニケーションしていただくといろんなことが前に進むんじゃないかなと思ってます。で、今日はちょっとこう、 まあ、こうの裏側みたいな話を軽くご説明させていただいたんですけども、何もこう、PFSSIB 難しいですよということだけお伝えしたいんではなくて、むしろこう、自治体にとっては、今、e、EBPM、エビデンスベイストポリシーメイキング、あの、 まあ、エビデンスに基づく政策というのが求められていますし、まあ、多くの自治体で KPI とかですね、事業の効果があるのかというのを常にこう、職員が頭を悩ませていることですので、うまくこう、ソリューションとして PFS とか SIB っていうのを取り込んでいくことができれば、多くの自治体の関心を得て、かつ実現するんじゃないかなと思っておりますので、まあ、いろんな アイデア、それからプロジェクトの話を自治体に持ち込んでいただく。まあ、自治体からも相談するようなコミュニケーションが必要じゃないかなと思っています。すみません。少し超過しましたけど、私からは以上です。ありがとうございます。